皆さんこんにちは、なるほど店です。今日も東京ドールズの美咲ちゃんのですね、正解ですねしていきたいと思います。さあ、美咲ちゃんのお部屋はなんかすごいですね。え、 DIY ですか？ DIY ってあれですよね、ご自身で日曜大工されるみたいな、そんな感じだったと思いますけど、すごいですね。なんかもう工具が並んでますけど、飾ってますけど。さあ、こちらは制服姿ですね。いや、でも見えないですけどね、なんか大工してるように。スコップとか何に使うんですかね、あのたくさん。え、ニッパー、ニッパー大きい、時計よりも大きい。さあ、こちらはビーストですかね。スリーピービースト、あ、スリーピーでスリちゃんっていう意味ですか。ヒヨちゃんも持ってたんですけど、黒バージョンで。まあ、白だから羊じゃないですかね。黒は何だったんですかね、一体黒色。まあ、黒も可愛かったんですけど。さあ、次はみさきちゃんはメイドですね。メイドですね。メイドじゃないですか。本当、メイド喫茶以外でメイドさんにお会いできることないんですかね。お会いしたいんですけど、一度もお会いしたことない。まあ、メイド服といってもなんかいろいろありますね、種類。さあ、こちらは、こちらもセクシービーストですね。さあ、こちらの方はわからない。何ですかね。まあ、私はヒョウじゃないかなと思ってるんですけど、柄的に。すごい、尻尾がリアル。人間もなんかあれですかね。尻尾の跡ついてるんでしたっけ。なんかそんなのついてますよね、後ろの方に。背中の下の方に。これ尻尾の跡なんですかね。お、これはゴーストちゃん、ミイラちゃん。あー、私初めてですね。美咲ちゃんだけですか、持ってるの。さあ、なんか可愛い子たちが空中浮いてる。背中に跡はありますけど、包帯ってことですか。包帯巻き放題みたいですね。ちょっとダジャレ風に取り放題みたいですね。食べ放題と。なんでさあ、では、あ、ウサギちゃん、ウサギちゃんはやっぱり風船持たせたいですよね。顔も気になりますよね。どんなウサギちゃんなんだろうと。ちょうど撮った後ですよね、顔抜いちゃった後と。さあ、大正ロマン風サムライガール。皆さんもぜひですね、他の組み合わせ上と下変更していただいたりしてですね、なんか何通りも組み合わせ楽しめますからね。私はまだ持ってないの多いですからね。やっぱ日本はいいですね。和風といいますか、こういう着物みたいなのも。確か東京オリンピックであれですよね、今年あるんですけど、そちらでは確か着物を着て入場されるみたいなプロジェクトもなんかテレビで見かけましたけど、見たいですね。開会式ですか、開幕式っていうんですかね。さあ、チャイナファイト、ファイト。チャイナ服もあれですね、見かけないですよね。中華街に行った時に店員さんがチャイナ服着られてたぐらいですかね。私福岡ですので、まあ、長崎にあるんですよね、中華街。横浜にもありますよね。もう一つ、神戸か、どこかありますよね。こちらでいいです。いやー、行きたいですね。中華料理も美味しいですから。スノークリスタル。何でしょう。ありのままの、姿見せるのよと。さあ、アナ雪さんも2が出てるみたいですけど。1を少し途中まで見た感じですよね。全部ちゃんと見てないから、多分内容はある程度わかるんですけど。
さあラストはサニーデイジでいきましょう。今何でしょう、何でしょう、何でしょう、わざとですよね。さあわざとです。わざとですね。さあこんな感じですね。何でしょう。いや、いいですね。なんかいろんな服装ですね。もっと集めてみたい。ではですね、今回の動画ですね、以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。